長期委託トンプーチーます。髪型とかアイテム変えてみました。親でドラは初、まあ123とか、その他自敗とか、3人とも結構自敗を切ってきている。まあピンフ系ですね。旬は残り1枚、ドラは出ていない。薬牌のシャーポン捨て、あの捨て牌、ちょっとあの遠くにマンズの本一も見て、あらやっちまったポン、まあ、ドラが初なんで初が重なるってことも考えて遠くに本一を見ると、123恨めたって感じですね。まあ、チュン泣いて連チャン狙いの1500でもいいかなと。ドラは1枚切れてるんで、人泣き両面なんで、イースーソーはなんか狙えそうですね。ローワン残り1枚、チュンも残り1枚、右はタンヤオか、タンヤオですね、三蔵か、上は赤2枚切ってるんでちょっと読めないですね。まあトイトイかな、シャートイトイ52とか、テンパイ取っとくのもいいんですが、ドラが、まあ、ドラ切ってみようか。チュンのみなんで連チャン狙いの2000点をテンパイ、うわお、まあ、イースーソーならなんか出そうですね。ロン、まあ予想通りタンヤオ、タンヤオ、トイトイって結構難しいんで、まあ、当然見ますけど本命はタンヤオですね。オタカゼをポンしているとかだとトイトイとか、まあ、上がり目が限られるんでトイトイ方と読みが働きますが、さっきのはまあ本命タンヤオでしょうと。トラは三蔵、上が薬牌のナンを泣いて相図の本一、ドラ色なんで8000ですね。ナン本がパーソキになって、神茶は特にチーもされるんで、ポン、まあ、ガンガン切ってますね、そうです。まあ私はのんびり、ポン、こいつ、これ手出しの数層なんで数層周り危ないですね。サブロッソーとか、この2泣き3泣きしてテンパイしただろう、この近くの牌、手出しの牌の近くなんで、サブロッソー一点読みかな。まあウーソーも可能性ありますけど、シャボのウーソーとか、まあ、サブロッソーでしょう。ただトイトイっていう可能性もあるんで、ロン、あ、サブロッソーですね。今枠で囲まれたので、数層の周り、風層のシャボとか、サブロッソー、またはイーソーと三層のシャボとか、まあ、いずれにせよ相図の数層の近くと。と2曲、ドラは吐く、
左がトーンをポン、私はポン B の身になりそうな、そんな気配が、まあ2差しが見えてきたんで、あとは3ワンとリアンワン引く、まあこうなるとリーチ、絶好の3面ちゃんなんでこれは上がれるでしょう。7700は切り上げて8000、 B ピン一発ドライチ、今のはツモがいいだけで、3ワン来て2差しというのが理想ではありましたが、赤ウ入って3面ちゃんだったら文句なしです。これは E ピンリアンピンあたりがちゃんとになって、5ロチ6チッパーみたいな形になればいいなと。ウッパーピンから来たら即リーです。3ピンから来たらダマです。リーチ5200のテンパイ、部屋は白を鳴いて連チャンに、右は相図の染め手というよりは単葉に見えますね、まあ、相図の染め手か単葉どっちかと。2人が押してきてるんで、ロンも大いに狙いますし、まあ、私が振り込む可能性もある。ただ面前のリーチプラス泣きの3人なんで、基本点数もこっちが高いし有利ではあるけれど、つもぎりしかできないんで、ローピンが通った。ロンリアンウーピン四茶の人が上がってしまって連チャンっていう、あんまりいい展開じゃないですね。ドラはチュン、手格好がいいので白のみで流したいんですが、あ、ジャントができたんで白のみで動いていきます。これで3面つできたんで白泣いて、あとは両面を埋めていく単純な仕事。白牌が重なってくれたんで、もうチーポンしますね。まあ、本一まで見てもいいんですが、私トップなんで、ここは場を流せば十分なんで。ただ3ピン持っとけば面本テンパりそうですね。3ピンに何かくっついて白本一、ただ点数上有利なんで、あとはもう流すだけでいい状態なので、当然上がりやすい方を取ります。コーラストップなんで気配のみ闇ピンフ食いたんだ。手格好が悪いんでトンのみで OK です。チャンタは必要ないです。
ポン。右の人のチューンは先天の鳴きじゃないと思います。 T アンズの方位置つけて、まあ、ザンクとか52とかやや積もったり直撃されるとひっくり返る点差の、あららやりが来た。まあ、イースーソーあたり危険。パンどうだろう、まあ押してみよう。いいピンリアンピーアンパイなんで、いい数層引いてきたら競争は大丈夫かな。まあ3と9通ってるんで大丈夫でしょう。いい数層持ってきたらいいピンリアンピー外すと。あ、まあこの辺も危ない、わかんないですね正直。まあ NJ なのでオーラストップの場合は脳天で親が流れるのでこういう打ち方ができます。普通のマージャンだと親連チャンされるんで、まあイースーソーってことはチーソーもちょっと警戒。ソーズのイ、あれスーソー切ってますね、通ってますね。じゃあもうわかんないな。ロン。パワーでちょうど止めてやめてよかったですね。メンピンドライオンパネマン。わお、逆転されて終了と。今のは勘が良かった。押すとこは押したけどパワー1引いたとこで降りれたんで悪くない回し打ちでした。たまに一点読みすることがあって、このリーチはもうこれだなと一点読みすることがあるんですが、その場合それが外れると、あ、もうわかんないってなる癖があります。なんかこうこのリーチは、あ、一点読みだっていうことがあって、今のはイースーソーだなと、まあかっこチーソーと、まあ、なんでかわかんないんですが、このリーチは一点読みできるということが多々あります。その場合それ以外は通ると思ってるんで、今みたいに数層が通っちゃうともう完全にもう分かんない、そういうことがまあ今までもありますし MJ でも実際の麻雀でもよくあります。まあ MJ 今回も見ていただきありがとうございました。オーラスでまくられましたが、まああれはどうしようもないでしょう。またお願いします。ありがとうございました。